皆様こんにちは、加藤雅也です。まあ歌舞伎座、新橋演舞場で明治座と、この3つっていうのはですね、なんか役者としてはぜひ立ってみたい場所というイメージがありまして、まず歌舞伎座はまず僕らはもう立てませんので、あとチャンスがあるとしたら明治座か、新橋演舞場で、まあその何て言うんですかね、役者の聖地というか、そのうちの一つっていうイメージが、僕には、ありますね、はい。まあ自分ではおかしくないと思ってるんですけれども、まあ、外国とか、行きますと、その、まあ、土地の映画館に行ってその国の映画を見るんですね。で、観光スポットなんかに行くよりもそっちの方が僕は楽しいと思うんですが、みんなから、なんでわざわざ、フランスやイタリアまで行って映画見てんのと言われるんですけど、で僕はそれが普通というか、それが旅行なんじゃないかなと思ってるんですけど、プロデューサーの方からも、今までにない、加藤さんをやっていただきたいと言われておりますので、僕も今まで自分の知らなかった自分を、この公演をかけて、見つけていきたいなと思っていますので、ぜひ、劇場に来てください。はい、明治座に、前回クロトカゲという舞台で立たせていただきまして、こんな早く2回目、立たせていただけるようなことがあるとは思っていませんでしたが、まあ、3回目に立てるように、頑張りますので、皆さん最後になるかもしれないこの姿を見に来てくださいね。いやいやいや、もう一回やりますよ、また。よろしくお願いします。